ホスバッチよーっレオです。リオです。カズヤです。エピツンツンコキジュンと申します。ホスバッチ、ホスバッチ。みんなお客様から言われた嬉しかったこととか、ちょっと大変やったこととか、みんなあると思うんやけど、どうでしょう。定番のやついいですか。定番のやつ、出会えてよかった。あー、これ指名しよかったとかね。一番良かったのは、生きてるだけで偉いねって言われたのに。何それ、すごいね。お母さん、はい、ママの話が偉いね。3つしか書かないですけどね。では生きてるだけで偉いねは、あー、俺生きてていいんだと思ったんですよ。指名の子に、あ、指名の子、すごい、生きてるだけで偉いね。何生きてるだけで偉いね。意味が分かんないけど、LINE とか全然返さなくても、ごめん、返さなくてごめんねって自分から言ったら、いや、生きてるだけで偉いよって。ないの、あれないの、なんかあれ、あれ、みんなないの、こう一番最初に会った時からこうタイプとかないの。めちゃくちゃタイプ。あ、タイプはあるんだろう。できないですよ。俺はある。俺は絶対嫌だ。絶対嫌だ。だから、それで俺、マジ気づいた。顔ですね、僕は。つまり顔っていうかタイプっていうこと。そういうことですよ。そういう形でめちゃくちゃ続くから。ああ、そういうことね。結局さ、もう面白いと関係ないですね。タイプ、タイプ、タイプ、顔っす。顔がタイプは続く。画面要素、画面要素。イラッとしたらやっぱ数え切れねえから、あんまり出てくる。あんま気にしないけどね。妊娠したとかうるさいね。あ、うるさい、絶対嘘じゃん。妊娠したなんて、マンパウソやん。イラッとする。大して使ってもない女から付き合ってって言われた時にイラッとしたのよ。もう付き合ってくれないの。イラッとしたことがね。お店行かないみたいなこと言われた時に、別に来なくていいけどみたいな。それはしょうがなくない。その女の子から見たらお前がすごい安そうに見えたもんかな。確かに、しょうがない。それはしょうがないけど。あ、分かった分かった。お金貸してる時に、私も頑張ってるのにって言われた時に、どういうことだっていうのを50回言ったりする。それはどういうこと。俺は貸してるぞお前にとか。それはちょっとイラッときた。イラッとする。女の子常に、なんか常にはあるじゃん、ちっちゃいやつも。あ、ちっちゃいやつはあるんですよ。どうでもいい話とか、パテン使ってるとか、はい、あ、イラッとはするじゃん。あるある。私誰々の…あ、違うか、それ誰々のエースだ。どうでもいいみたいな。どうでもいい話はあるっすね。どうでもいい話。なんかどこどこのオーナー知り合いとか、そういうのはいはいはい、ある。どうでもいい話あるっすね。どういうことないか別に。結構なんかその関係で僕悲しかったのが、担当とより戻したんで、もう連絡取れないです、さよならみたいな。あー、悲しいっていうか、その報告いらない、いらなかったよね。下手したらいらない場合もあるけど。俺も3回あったら結婚します。うん、俺より先にって言ってやったけど。頭来るから。でもそれって結婚するギリギリまで連絡取れてたんですか。そう、来てたんですか。そう、来てたっていうか。それはすごいっすね。連絡は取れてた。これしばらく来なくなっていきなり結婚しますしたとかはあるっすけど、はい、何の報告ってわけですよ、それは。ずっと来てて結婚しますだったら、あーってなるじゃん。結婚の報告で一回店来るやついますよ。いる。離婚するんだけどって店来た人いて。それって結婚しますって大体終わりじゃないですか。離婚しました報告って、ここから始まりっすからね、また。始まりっすね。そうなのよ。始まった時あった。ワンチャンカズヤさんと結婚したかったかも。第2の。第2の。前、前回の収録の時に出したんですけど、今から死ぬからって言って第6ドアまで行ってきて、うん、あの検察署に、あの僕 6時間監禁された話です。第6ドアに僕迎えに行ったんですよ、ショコラから。じゃあ急いで出てったのに、第6ドアの1階でストカンをソロにぶっ刺してジューってなって揉んでて、お前何しとんねんって。全然集できないよ。そうそう。何でそれ検察署。いや、その後に、なんかいろいろ事件が起きて、まだ事件、さらに事件が起きて、ちょっと警察来てくださいって一緒に、絶対長々に参考人として来てくださいみたいな話になって。あー、そうそう。でも今のところさ、なんか言われて悲しかったとこばっかじゃないですか。嬉しかったことってなんかないですか、言われた。まあ、俺こんな神経でホストやってないからさ、嬉しいと思わないよ。それなんだよ、女の子に何か言われても。あ、了解って。ウイスぐらいになっちゃうんだよね。なんか嬉しいこと、嬉しかったことか。女の子は喜ばせようとしてることをもう、はい、確かにな、なんか嬉しかったって、まあ言われて嬉しいけど違うなっていうのはあるよ。なんか結婚、なんか初めて会った瞬間から、はいはい、この人と一生一緒いると思ったって言われたことあって、はい、それは嬉しいっていうか、なんか生きていないからね。そうなんですよ。俺はと思ってないし、かっこよくない。ドラマっぽいじゃん。そうっすね。締め日に私が何倍で食べるよって、こんな長さつまんぼってきたんだ。
それを使わなかったとかね。いやでも使ってます。しかもプラス10万掛けぐらいまで使ってました。はい、それぐらいか。僕もね、1000万売った時にあと残り200万ぐらいちょっと無理があったっていう時があった時に、はい、俺のために1000万使ってって言ったら2つ返事でうん、いいよって言ってくれたのとかめっちゃ嬉しかったっすね。あ、かっこいい。それ言えるのかっこいい。お道具あるよね。本当に締め日3日前とかの話なんですよ。すごい。もう2つ返事でもう行こうって言ってくれたんで、それはめちゃめちゃ嬉しかったっすね。僕もともと大阪で働いてたんですけど、大阪で働いてる時のお客さんが東京に送り出しをしてくれたんですけど、その時にめちゃめちゃ嬉しかったこともあって、東京行ってもゆいたんはお客様のためのホストでいてねって言われたのがめちゃめちゃ僕今でも大事にしてる言葉なんですよね。もう何があってもそれだけは忘れずに心に決めてこうって僕ホストをずっと続けてるんで、発言すもうそれはもう僕の忘れられない言葉ですよ。ゆいたんって呼ばれてるとこすごい。目の前であのお客さんが逮捕されて昔ちょっとあの、まあ、いろいろやってていろんなことをしてて、あ、そうなんだけど、しゃぶしゃぶなんだけど、しゃぶやってて本気で目の前でだったんだけど、6人にバーってすごいっすね。その時にあのマジで現行犯だから逮捕されてやられたままこれやるってとこもいたんですか。そうそうそう、で俺マジ大丈夫だってなってるのに、はい、まあ、ちょっと焦ってるテンパってるんだ絶対、はい、どうしようみたいな、こう金持ってなんかこの金預かっててみたいな言うし、はい、何百万か預かって、はい、もうそのままこう逮捕されてマジでこれ連れてってこう玄関出る時に枕すんなよ。これは一生忘れられない。枕すんなよ、やばいっすね。もう本当に一生忘れないっすね。絶対忘れられない。それも出てきてからも、まあ、その話でちょっと盛り上がったんですけど、それです今日は。強い。それ以上出てこないよ。はい、で結果これっすね。1位です。一択1位、1位です。1位っすね。ぶっちぎりっすね。チャンネル登録コメントいいねください。はい、ホスマチでした。ホスマチでした。